ダニエル・ゴンサレス・グイサ。ダニ・グイサこと、ダニエル・ゴンサレス・グイサ。ダニエル・ゴンザレス・ガイザ。1980年8月17日体は、スペイン、アンダルシア州カディス県ヘレスデラ・フロンテーラ出身のサッカー選手。カディス CF 所属。元スペイン代表である。ポジションは FW。遅咲きの選手であり、RCD マヨルカで、得点王。 ピチイチ賞を獲得した時にはすでに27歳になっていた。2008年には UEFA ウロ2008で優勝し、大会後にトルコスユペルリグのフェネルバフエース K に移籍した。ロマ、ジプシーにルーツを持っている。1980年8月17日に生まれ、地元カディス県ヘレスデラフロンテーラーのストリートサッカーで技術を磨いた。地元のカディス CF で、 プロとしての経歴を始めた時の監督は、憧れの存在のキコであったが、木の陰に隠れるなどして、しばしばランニングをサボった。1998年には、ヘレス CD に移籍し、1999年夏には、RCD マヨルカに、移籍後まもなくセグンダ・ディビシオン B、3部の2、レンタル移籍するなど、状況を目まぐるしく変化させた。 ドスエルマナス CF での活躍から2000年夏に RCD マヨルカに呼び戻され19歳でプリメーラ、ディビシオン一部デビューを果たすがトップチームでは結果を残すことができず2003年まで在籍して8試合出場1得点に終わった RCD マヨルカ B では70試合に出場して28得点を上げている2002年夏には レクレアティーボ・エルバにレンタル移籍したが、2002から03、シーズン前半戦は4試合の出場で無得点に終わった。2003年1月には、セグンダ・ディビジオン B の FC、バルセロナ B にレンタル移籍し、15試合に出場して5得点を挙げた。2003年夏には、セグンダ・ディビジオン2部のシウダでムルシアに完全移し、2シーズン続けて得点ランキングのトップ5に食い込んだ。 シウダでムルシアカニュージには、スペイン最大の有望株と紹介されたが、また、スペイン最高のパーティー好きとも紹介された。フアンマヌエルリージョ監督は、彼の頭の周りには、たくさんの小鳥が飛んでいるようだとグリサの性格を、表現した。2005年夏、ベルントシュスター監督が率いるヘタフェ CF に移籍した。すぐに、レギュラーとなり、2005から06シーズンは、 リーグ戦32試合に出場して9得点。2006から07シーズンはリーグ戦29試合に出場して11得点と結果を残した。2006から07シーズンにはコパデルレイで6得点を挙げている。アンヘール・トーレス会長はリーガではロナウド以来最高のフィニッシャーだとグイサをベタ褒めした。2007年夏移籍金500万ユーロでフルス。 RCD マヨルカに移籍した。グイサと RCD マヨルカとの間を取り持ったのは、妻やヌリアベルムデス代理人であり、RCD マヨルカでは、飛躍的な成長を遂げることとなった。2008年4月20日、レアル・ムルシア戦では、ハットトリックを達成した。最終的にリーグ戦では37試合に出場して27得点を、上げ、得点王、ピチ,イチーチ賞に輝いた。 グレゴリオ・マンサーの監督は24年間も指導者としてチームを指揮してきたが私のチームからピチーチ賞を獲得した選手はいなかった。ペナルティキックによる得点がないというのも得点王の価値を一層高めるものだ。彼はエウロ2008に出場するに値する選手であると述べた。2008年7月8日トルコスユペルリグのフェネルバフチェース系と契約した。 移籍金は1400万ユーロ。最初の1ヶ月間にリーグ戦と UEFA チャンピオンズリーグでそれぞれに得点して期待に応えたが長い間得点できない期間もあった。2009年3月22日のブルサスポル戦で後半ロスタイムに得点してゴール欠乏症を克服した。2009から10シーズンに先立って行われた UEFA ヨーロッパリーグプレイオフのブダペスト。 本米ド FC 戦ファーストレグでは、ハットトリックを達成し、スユペルリグ第一節のデニズリスポール戦では、試合開始1分に先制点を決めた。2008から09及び2009から10シーズンも、トュルキエクパスでは決勝に進出し、2008から09シーズンの決勝、ベシクタシジェーケ戦では、得点を決めている。2011年8月18日、 フルスのヘータフェ CF と3年契約を結んだ。2012年11月、マレーシアリーグのジョホール FC へのレンタル移籍が決まった。2013年7月29日、リーガパラグアージャのセロポルテーニョへの移籍が決定した。2015年8月、カディス CEF へ移籍。27歳だった2007年11月、UEFA e u r 2008予選のスウェーデン戦と、 北アイルランド戦のためにスペイン代表に招集され11月21日の北アイルランド戦でデビューした。スペイン代表はすでに u e f a a u ロ2 0 0 8本大会出場を決めており新戦力を試している段階だった。u e f a a u ロ2 0 0 8本大会に出場する23人のメンバーにも選ばれたが外れないか本当に不安だったよ。 リーグ得点王であることが代表での地位を保証してくれるわけではないからねと語り、招集の可能性に疑問を持っていた。すでに決勝トーナメント進出を決めていたグループリーグ最終戦のギリシャ戦で大会デビューしロスタイムに代表初得点となる決勝点を挙げた。準々決勝のイタリア戦には途中出場し、PK 戦では4番テキッカーとしてキックをミスしたが、最終的に スペイン代表は PK 戦の末に勝利した。準決勝のロシア戦では MF セス,スクファブレガスが柔らかく浮かせたボールに反応して相手守備陣の裏に抜け出すと胸トラップから GK イゴールアキンフェイフの読みを完全に外するウシュートを決めた。決勝のドイツ戦には先制権を上げた FW フェルナンドトーレストの交代で15分間だけプレーし、 MF マルコスセナへのパスはあわや追加点という決定期となった。2008年10月15日のベルギー戦では途中、出場だったが、ダビド・ビジャの得点をアシストしたすぐ後に決勝点を決め、2から1での勝利に貢献した。2009年1月には後述する、私生活の問題がメディアを賑わせ、代表選手としての将来に疑問符がつけられた。信頼できない。 情報源から発信される、彼を落選させようとする、あらゆる噂は議論の対象になったが、ビセンテデルボスケ監督は彼を2010フィファ、ワールドカップ、ヨーロッパ予選のトルコ戦に招集し、4月2日にイスタンブールで行われたその試合では再び、終了間際に途中出場して、ロタイムにアシストを決め、ベルギー戦での見事なプレーがまぐれでないと証明した、ため、加熱報道は静まっていった。 2009年には FIFA コンフェデレーションズカップ2009の出場メンバーに選ばれた。3位決定戦の南アフリカ戦では途中、出場だったが、0から1の劣勢だった88分と89分に、立て続けにゴールを決めて、逆転、最終的には延長戦の末に3から2で勝利した。2010年5月、2010FIFA ワールドカップの スペイン代表候補30人に選出されたが、本大会に出場する23人からは外れた。東京の FW、キコを尊敬しており、得点後には、キコのトレードマークであった弓矢を放つ、ゴールパフォーマンスを見せる。最初の妻との間に、一人の息子がいるが、この女性とは離婚している。ヘタフェ CF 遺跡後は、マドリードの繁華街でナイトライフを楽しむようになり、 ナイトクラブは僕を破滅の道に追い込んでることを認めた。この結果、胃の感染症にかかり、水分のみを摂取する食事制限を強いられた。ヘタフェ CF 在籍時には、モデルノのノリア・ベルムデスと知り合っている。彼女は、国際サッカー連盟認定代理人の資格を、高成績で取得し、2006年にグイサの代理人となった。彼女は、スペインの女性代理人として、 最高の成績を得た。彼がモデルと交際していることに対して、ベルントシュスター監督は、ヌリアーと知り合って以来、何の練習意欲は高まり、ぼんやりしていることがなくなったと語った。2007年12月1日、パルマデマヨルカのミラマール病院で両者にとっての、ウイゴが生まれた。UEFA エウロ o 2008大会前には、もし大会で優勝したら、彼女にプロポーズすると宣言した。 2009年1月、スペインのメディアは、彼の家族とベルムデスの間に問題があると報道を開始した。グイサの母親は、ベルムデスを、泥棒猫と表現し、彼女を首にすると脅した。同年2月には、グイサの前妻の発言が問題となった。2月11日のイングランド戦のわずか1時間前に、彼は、前妻とホテルのバーで会っており、 ホテルの部屋で愛を深めていたことも明かされたため、ビセンテデルボスケ監督は、グイサをチームから外すのではないかと噂された。グイサは、マルカのインタビューに、その時まで前妻との息子と会っておらず、息子に会いに、ホテルに行ったというのが真実だ。この機会を利用して、子供に会わなければならないと思った。彼女、前妻は、お金を得ようとして、嘘の話をでっち上げたんだ。 僕は、スポーツディレクターのフェルナンド・イエロと会って、状況を説明した。息子に会う必要があって、息子と一緒にいたかったと話したよ。すべてを説明した。息子と一緒にいられるように全力を尽くした。すべての真実が報道されているわけではないと語った。3 0百928、15、8、コールスパンイコールに324 13,、13659。 20,22,66,6,93,34,368,150,27,14,16,64,11,170. 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。